こんにちは。ここは福岡県福岡市博多です。今下に見えておりますのが福岡の発展の源となりました博多港。今日東京朝の4時30分ぐらいにサイコロを振り出発して、実際には6時20分の新幹線に乗りましたが、大阪で乗り換えて、そしてこの博多まで来ました。サイコロの指示に従い、ここからは小野田さんの案に沿って、この博多港から船で、どこ行くんだっけ、忘れちゃった。もう自分の目的地もよく覚えてないわ。あ、そうそう、あのあそこですね、壱岐に行きます。壱岐はね、長崎県らしいです。離島ですね。で、壱岐からまた到着する前にサイコロを振ってですね、次の目的地を決めるということになるわけですけれども、今回がこのサイコロの旅の2回目。サイコロの旅というのは前回の動画でも説明しましたが、水曜どうでしょうという昔流行っていて、今でもたまに新作が作られる人気のテレビ番組でやっている、人気企画でございまして、それをここでやってると完全なパクリということになるわけですが、一応私もですね、オリジナリティを出そうと、でその水曜どうでしょうのサイコロの旅についてはそれほどしっかりとは見ないようにしています。ある程度バンバンもうみんながね、わけわからん、この後もどこへ連れてかれるかわからないという状態ですので、今日の夜の宿がどこになるかまで、ね、皆さんにも一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ジェットフォイルヴィーナスと書いてあります。行ったことのない離島へ行くってのはテンションが上がりますけど、しかし思いのほか乗客が多くてですね、ゾロ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 途切れることなく続きます。船は相当混んでるみたいですよ。東京とかね、佐渡島とかにもジェットフォイルはありますけれど、結構運賃が高いんですよね。でそれに対してね、九州郵船のジェットフォイルは安い、多分相場の半分ちょいぐらいじゃないかな。私の座席は1階の17番の G ということなんですけど、これ6人掛けの真ん中ですよ。毎度おなじみ、ジェットフォイル特有の空襲警報です。空襲警報じゃないですよ、私が勝手にそう呼んでるだけなんですけど、エンジンの始動音だと思います。海の上を時速80キロで飛んでいき、時にはクジラとかそういったものに衝突をする可能性もあるので、シートベルトの装着が義務付けられている大変変わった船です。どっちかっていうと、これから離陸作業というか離水作業に入るわけですけど、その作業が大変危険なのでシートベルトの装着が義務付けられているようです。これは飛行機でもよくありますけれど、要するに安全の対策ビデオです。船の速度がどんどん上がってきて、全く揺れを感じることがなくなりました。多分もう完全に離水、通常の航空機でいう離陸を終えたんじゃないですかね。すごい速さです。速度計アプリを使ってみましたけど、時速76キロ。速い、素晴らしい速さだ。こんな速い船ないですよ、他には。船は博多港を出ました。これからの位置関係を簡単に紹介します。この博多湾を出発して、ちょっと進んだところ、ここにあるのが壱岐です。なお、その倍ぐらいの距離にあるのが対馬で、さらにその先に進みますと、韓国の釜山広域市があります。こういうところですね。ここまでの距離が、大体このジェットフォイルで1時間ぐらいというところ。さてこの壱岐の場所が特殊なので、本来のルールであれば壱岐に到着したところでサイコロを振るところですが、ちょっとここに関してはね、今すぐサイコロを振らないといろんな人に迷惑をかけるかもしれませんから、早速振ることにします。なおこのようなこう、航路というか、あれが来ておりまして、小野田さんはこの壱岐空港から長崎空港まで唯一出ている空港便に乗るという、もの、安西さんは、ここから今度唐津、佐賀県の唐津に船便が出ていますので、その船に乗って唐津へ、さらにそこから乗り継いでスペースワールドへ行ってくださいというもの、なお、今回はですね、壱岐からの交通手段があまりにも限られているため、場合によっては本人が提案したければ、そこから先乗り継いでまたどこへ行ってくださいというのを、提案してもいいということを、私からお願いしました。そしてまた、3番目、こちら中村さんですが、着いたらすぐに折り返して博多に帰るというもの、そして次、ガミさんは、新千歳空港に最速の手段で向かうというもの、
そして綿引さんは東京へ着いたらすぐに折り返すというもので、私のスタッフのマンゴーさんはこれから一旦駅に着いた後、最初に出るフェリーに乗って、このジェット船ではなく大型船に乗って博多港に戻り、そして大分に行って髪を切ってきてくださいというものです。じゃあ振ってみましょう。何が出るかな。ほい、読んだ。今日はちょっと会場の様子が少し荒いみたいでね、多少左右に揺れながらの航海になっています。ただ往復2時間揺られるだけの旅になりそうです。行きまでの所要時間はあと25分、そして15分後にもう一度折り返し、さらにあと1時間乗ります。ありがとうございました。着いた。ここがね、ここが壱岐というところですよ。壱岐、長崎県の壱岐市、歓迎の横断幕です。ようこそ壱岐へ。あ、お土産屋さんがあるな。あ、楽しかったですね。とっても楽しかった。離島の滞在ってのはいいもんです。非常にゆっくりとした時間が流れています。知らない土地を巡るとても有意義な旅になっていますね。さすがに滞在時間が7、8分ぐらいしかありませんでしたので、あまりにも馬鹿げてると思いましたが、しかし帰りは前からの景色を楽しむことができる席に当たりました。行きに行って、さっき一応何もしないで帰るのはさすがにと思いましたんで、お土産屋さんに寄ってきましたよ。これね、カス巻きって書いてあるな。右の側に見えるのが佐賀県の唐津方面、前方に見えるのが、今波で揺れて見えませんけれど、福岡県の糸島方面、博多はその左側です。今の時刻は18時10分、博多港に戻ってきました。さあ、今から札幌でゆっくりしている場合ではない。船から降りてきた客を待つタクシーがたくさん。午前中ぐらいまではただの快適な旅行だったんですけどね、こっからはね、ちょっとどうなるか分かりませんよ。すいません、福岡空港にお願いします。こんばんは、失礼します。福岡空港に到着。今日のね、行程、運転手さんどっから来たんですかとかね、駅に行って何泊ですかとか言われたんで、あ、実は15分で帰ってきたんですけど、大受けでしたね。よかった。ここで受けなきゃね、何のためにこのサイコロの旅やってるんだって話ですから。でガミさん曰く札幌に行けということでしたが、いろんな航空会社の行き先を見てるんですけど、やっぱもうこの時間、今から札幌に行くやつはなさそうですね。多分本物の水曜どうでしょうだったら、その時間にそこから行くことができるかどうかっていうのを考えて、それから多分行き先の一覧を作るんだと思うんですけど、まあ、今回行き先を考えてくださってる皆さん、ボランティアなんで、やっぱそういう便がちゃんとあるかとかね、ちゃんと行けるのかというのは、ちょっとその確認をこっちから頼むってことは、ね、さすがに向こうも面倒だと思うんでできません、まあ、だから、向こうに言われたところを、ただもう絶対にこっちが何としてもたどり着くようにするみたいなところがありまして、あー、だから間に合うようにね、時間に、まあ、余裕を持ってっては言えないのかもしれないんですけど、一応締め切り、検査の締め切りの10分ちょっと前ぐらいに空港には着いたんですが、切符を買おうとしたらね、そこで結構確認に時間がかかるって言って、その間にね、検査の締め切り時刻になってしまって、飛行機には乗れないことになりました。
今回ね、利用する予定だった航空会社がスターフライヤーとそれからエアルタの両方とも全日空じゃないやつなんですが、それが全日空と提携してて、両方ともそれを全日空としてお金を払って乗ると両方とも乗り継ぐことができるんですね。でそうすると羽田空港で短い時間でも乗り継げるから今日中に札幌にたどり着けるってことだったんですけど、なんかそれは多分できるはずだとは思ったんだけど、それ適当に切符買ってね、間に合わないと悪いんで、それでなんか迷惑かけたりとかしたら嫌だから、一応全日空のところ行ってね確認したら、なんかその羽田から札幌のその私の乗ろうとしていた便がなんか確認がなんか最初取れなかったみたいでね、残念ながらすごい時間がかかって、結局、今言ったように切符を買うことはできず、もうこれから札幌に行く手段はありません。しかしまあ飛行機に乗れなかったのは残念ですけど、私も行ったのが13分前ぐらいですからね、13分っていうとまあそういうので確認とかね、受付の人が新人だったりすると時間がかかるもんじゃないですか。だから運が悪かったなとは思いますけど、全日空の人が悪いとは思いません。これだけはねちゃんと言っておきます。むしろ間に合わないということが明らかになった時、本当に申し訳なさそうなね対応してくれて非常に好感がありましたよ。それでこちらからの急なお願いでしたけれども、わずか20分ぐらいでねまた、たくさん集まりましたよ。ありがとうございます。ちょっとタイミングがいろいろ食い違ったりしまして、7個揃いましたけども、まあ、7個のうち1つこの2番と3番はうちのスタッフが考えたものですが、それを1つにまとめて、2番とします。で、もし2番が出た場合は、再度振って、奇数であればマンゴーさんのものを、偶数であればみかんさんのものを用意することに、やることにしますけども、1番、安西さんですね、新幹線小玉号で岡山で、2番は今言った通りです。で3番は中村さん、新幹線で名古屋、4番は小野田さんです。小野田さん指定のラブホテルに泊まるということです。5番は酒井くんで、深夜バスに乗って大阪へ、そして私さんはこの福岡空港から飛行機に乗り、東京へ戻るということになっております。じゃあサイコロは確か右に入れた、そうですね。よし、じゃあ行きます。人が来てるな。ちょっと待ってもらっていいですか。しかもカットできないな。なんかカットするとうさんくさいじゃないですか。また来るな。もうここら辺でやるしかない。はい、行きますよ。ほい、6だ。結局自分が出発したところにただ帰るだけになりましたね。ここ出発があるからやっていこう。で、こっから出る一番早い東京行きは19時20分は間に合いませんから、19時50分だな。飛行機が空いてるといいんですけどね。どうかな。あー、こういう感じね。あー、危ない、ミネストローネに血を取られて、遅れるところだった。お、あれはマニアがみんな大喜びするスターウォーズの飛行機ではありませんか。ご搭乗いただき誠に光栄です。それではこのスターウォーズ特別機でのフライトをお楽しみください。最初はサラリーマンの人とお隣だったんですけど、まあ、絶対誰かこういうビジネス需要の大きい航空路線ってねキャンセルが出ますんで、本当は埋まってるはずの席に人がいませんでした。閉めたと思ってね、すいません、映っていいですか、座席を変わらせてもらいました。だから隣に人はいません。ズームしてみるとあそこに明かりが見えますけれど、これは工業地帯なんじゃないかな。多分倉敷市だと思うんですよね。この直線的な夜景は倉敷市の瀬戸内海寄りのコンビナートなどがあるところ。なんか最近気づいたんですけど、私ダイヤモンド会員とかやってる割にはなんか飛行機という乗り物があんまり得意じゃないみたいで、
乗ってるとだんだん具合悪くなってくるんですよ。これ自分がなんか変なウイルスに感染してんじゃないかなとか思ったんですが、そうじゃなくて多分この気圧の変動とかね、乾燥とかそういうのに弱いんだと思うんですが、疲れ切ってる時に乗るともうダメですね。なんかあのふわふわになってしまったね。この飛行機の乗りすぎっていうのが乗り物アレルギーの元になるんですよ。乗り物アレルギーってわかります？こういうね、極端に長距離の乗り物大量に乗り回したような時に生じる症状で、乗り物に乗るとね、体調が悪くなるの。なんか早く降ろしてくれって体の節々全身がね、乗り物からの降りることをもう願って願ってやまなくなるんですよ。全身がだるい、早く降りたい。多分飛行機の気圧変動とかそういうのが、まあ、一番の原因なんだろうと思うんですけど、この症状が発生するとね、もう新幹線とか特急とかね、普通の電車とかバスとかそういうのも全部同じ症状が発生するようになります。というかこのタイプのこういうね、横向きのこの座席に座るとこういう症状が出るんですよね。今までもう一度や二度じゃないですからね、私が作った言葉ですけど。でもやっぱ飛行機は早いわ。ドラえもん見てるだけでもう大阪だもんね。飛行機で飲み物を配ってますけど、実はおかわりさせてくださいとか言うとね、2杯目とか3杯目とか飲めるんですよね。飛行機は想像以上乾燥してますんで、もう1杯リンゴジュースをもらいました。とにかく戻ってきたぞ。まあこの後またどこへ行かなきゃいけないんですけどね。飛行機って着陸するちょっと前にもうベルトをつけて、あとは立っちゃいけませんよみたいになるんですけど、そのねベルトサインがついた瞬間にめちゃくちゃトイレに行きたくなってね、もう今頑張って我慢してるところなんですけど、まあ、もうちょっとしたらこれ着陸したら、なんかいつもより左右に振られる感じがしたんですけど、私がおかしかったのかな。すごい体が今右に振られましたけど、こういう場合もあるんだろうな。よし、21時35分羽田に着きました。もうすでに次の予定が送られてきています。安西さんからは東海道新幹線の最終の小玉号で静岡県の三島、酒井くんからは上越新幹線の最終の谷川号で高崎、そして、中村さんは今日の出発してきた、まあ、帰宅というべきですかね、出発地点に、つまり私の住まいに帰宅、そしてガミさんは、夜行のフェリー、まあ、フェリーというか、夜行の船もしくは、小型飛行機で八丈島、そして小野田さんは、スターフライヤー航空の深夜便にて福岡へ戻るという提案です。これ 1,2,3,4,5、 あとそうだ、渡引さんが一番きついやつなんですけども、まあ、きついのは多いですが、新大阪まで深夜バスで向かうというものです。ちなみにこのバスが書いてあるのは、私のスタッフたちが考えてくれたんですが、この時間帯は結構数が合いましたので、スタッフたちの意見は採用しておりません。じゃあちょっと時間的に急がないといけない可能性もあるんで、これサイコロ投げちゃいましょう。いいですよね、投げてもね。おいけ、あ、1ね、1ってなんだっけ。はい、出ましたよ。はい、これね、これですね。はい、一番上、番号書いてないけど分かりますよね。三島。まあ多分何事もなく三島に着いた後は休めるんじゃないかと思うんですけど、変な深夜バスとかないだろうな。とりあえず三島に決まったことをみんなに報告しましょうね。京急品川、久しぶりに来ましたよ。いや懐かしいというか久々だなって感じですけど、そんなことどうでもいいよ。もう疲れた、眠い、10時半ですからね。そういう風なことをしたいんですけども、まだまだ最終の新幹線に乗らなきゃいけないんだから、つまりそれだけ遅くなるわけです。もう新幹線で品川を出発するのはこれで今日2回目ですからね。みんな通勤ラッシュで大変だ。でも私も大変でしたよ。朝のもう5時からずっと動いてるんですからね、まだ残業だし。14時間前の教訓を生かしてネットで予約します。ネットの方がちょっと安いですからね、500円ぐらい。あー、こいつあれだ、指定席がない。普通車全部自由席なんですね。あ、そうか。私みたいなね、あちこちうろうろする人間はこういう菌に感染しない義務があると思うんで、ここはその義務を果たすためのグリーン車。続いてるな。三島の到着が23時39分。
だいたい45分ぐらいで着くんですね、三島まで。早いな。三島行き、まもなく発車いたします。駅付近にお立ちのお客様、閉まる扉にご注意ください。どうせもう誰も乗ってないんだ。お前なんかこうしてやる。こら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 して。足元広々。もう一日履いてこの靴下汚いし、あそこの上に足乗っけるってことはしませんけど、でもここがこう空いてるだけでね、結構広々するんですよ。あの普段はグリーン車にはああいうフットレストがついてるからね。実は東海道のグリーンと思いっきり足を伸ばすことは普段はできないんです。熱海まで来まして、次が三島です。熱海と三島の間は非常に短く、多分10分、確かね11分だったと思いますよ。もうほとんど客なし。でも全くいないわけじゃないな、多分ね向こうに一人おられるかな。あんまりだから大騒ぎもできません。このぐらいの小騒ぎだったら問題ないけどね。よいしょ。これなんかゆっくりできる目が出るといいんですけどね。まあだんだん揃ってきてますけどね。あと一人誰かが、くれたらすぐ目を振りますが、まず小野田さん、御殿場プレミアムアウトレット、これはいいですよ。もう明日朝ゆっくり起きてアウトレットでお買い物ということだったんで、買い物するような時間に行くの、バスで行くんですね。で安西さん、新幹線で博多、あのこれ見なかったことにしましょう。はい、これ酒井くんですね。特急サンライズ号に乗って東京、中村さんは新幹線に乗って岡山、ガミさんが三島川口湖ライナーで富士山の方を目指すということです。これはバスですね。こんなのあるんだね、知らなかった。さすがガミさん、小野田さんはすごい詳しいな、プロですもんね。まもなく終点三島です。おお、自由席はまあまあいっぱい乗ってたんだな。あ、そうだったんだ。よし、降りましょうね。本日の新幹線と列車の運転は全て終了しております。はい、三島です。三島、これ、ね、立派な三島大社を模した三島駅舎でございます。結局最後の1個はうちのスタッフのみかんさんに案を出してもらいまして、東海道新幹線で、新横浜ということになりました。みんな新幹線好きだな、まあ、とにかく振ります。狙うは1、小野田さんの御殿場プレミアムアウトレットと思ったんですが、出た目は3でした。酒井くんですね、寝台特急サンライズ号で東京一番出てほしくないやつが出た。冗談じゃねえよ、まったく。あのね、新幹線の場合はもうなんか朝の6時より早い時間は基本的に運転してないんですよ。で朝の6時に始発の新幹線が動くっても、まあ、三島から向こうに行く新幹線はそんな朝の始発のバーッと1番から用意どんで出たりしないんで、まあ、結構時間かかってね、7時ぐらいの出発になるわけ。まあそれは楽々だなと思ったし、まあ、バスで行くのもそんな頭おかしい時間のバスはないじゃないですか。ところがサンライズはですよ、サンライズはあの朝の、まず4時50分にここで窓口が開いて、そこで切符を買って5時台の電車に乗って、2つお隣の熱海まで移動しないと乗れないんです。だから明日の朝はもう4時半起きとかが確定した。クソガキ、いい加減にしろよとか言ったらね、あのそしたらね、あのわざわざ受験勉強がね忙しいあの酒井くんがあの報われませんので、あのこういうことをねあの言えるのがまたこのサイコロの旅の楽しみだということです。だからきっと酒井くんもこれを見てあの向こうでね、喜んでくれてると思うし、あまりぬるい旅になっちゃね面白くありません。ただ自分の体力はしっかり温存しておかないとね。安西さんに勧められた道民院に泊まろうと思ったんですよ。温泉がいいですよって。でもんなもんに入ってる時間はどうもなさそうなので、駅前にこんなマンションみたいな作りですけどね、ホテルアルファワン三島って書いてある、これぐらいがちょうどいいんじゃないですか。これで満室とか言われたら目も当てられませんけど、多分どっかあるでしょう。
部屋は空いてましたよ。でね、もうチェックインの手続きもしました。アルファ1は結構私の好きなホテルでおしぼりまでくれるんですね。ただ値段がちょっと高かった。シングル禁煙7200円、そんなするんだね。5000円ぐらいだと思ったけど、あの私の部屋番号は322なんですけど、これはひょっとして来たパターンじゃないかな。よし、入ってますよ。刺して、よし、入室も開けてびっくり、たまって箱どれだ。あ、普通か。角部屋だからね、あのツインの部屋とかになるかなと思ったんですけど、別にそうじゃなかった。まあ、もっともツインの、 あのシングルで予約してて、たまに、頼んでもいないのにあのツインにランクアップとかされてることあるんですけど、まあ別にベッドが2つとか関係ないですよね。よいしょっと、アルファ1の動画とかも別に撮ってもいいけど、もう疲れたからいいわ。しかしね、スイートラウンジのおにぎりとね、ミネストローね、まあ、バクバク食いまくりましたけど、あれだけじゃ夕飯にはならんですよ。お腹もうべっこべっこ。しかしこのアルファ1の特徴、おしぼり、まあ、どっちかというともう飛行機とか乗って手が乾燥してますんで、今日長崎県まで行ったんですよ。頭おかしいよね。1日で離島まで行って帰ってきて、なんで今三島にいるんですか。これがね、この旅の面白いところです。ちょっとや外の過酷さなら慣れました。もっとも日本最長の深夜バス連泊とか、そんなことは私も経験がありませんけどね。なんかみんなね、結構優しいんで、深夜バスがあんまり行ってこないんですよ。もう水曜どうでしょう、なんか深夜バス乗ってどこ行くかっていうようなね、あのノリだったと聞いてますけど。4時間睡眠とかでクソガキなんて言っちゃいけない。水曜どうでしょうの人たちの苦労を考えたら、ああ柔らかい大根。12時26分もう寝ないとまずいんですけど、これ見てください。これすごい綺麗じゃないですか。このホテルね、昭和63年に建てたみたいなんだから、まあ改装したんでしょうね。割と最近こういうのチャットしてるとお客さんも継続的に入るようになるじゃないですかね。さて、もう風呂なんか入りたくないけど、でも入りたいんですよ。もう一日中あちこち動いて、ちょっとこう顔がペタペタになってきましたから。よし、じゃあ寝るぞ。今12時51分、風呂にも入りました。明日の東京からの先もなんとなく朝割りつつあります。明かりはどれで消すか。ルーム開けましたね。パソコンがついております。外の電気も明るいです。三島は都会でございます。寝よう。あ、じゃあまた明日。次回の動画は三島を立って熱海から乗車する特急サンライズ号ということになります。まず明日の朝、起きられなかったらどうするんでしょうね。いや、それは絶対ないな。寝坊とかそんなのはもう絶対ダメ。おやすみなさい。すごい怖いから、携帯電話距離がちょっと遠いんでね、音が聞こえてないと嫌なんで、5時でねギリギリ間に合うんですよ。でこれが鳴ったらギリギリだと思っておこう。まあ5時もうちょっと大丈夫か。おやすみなさい。